設限定スタレキター。2019年2020年実装の季節限定ということで、比較的性能が高いキャラが勢揃いしています。スタレから排出される32人のうちに所持はこの8人です。水着ルシオ、水着アニラとか欲しいですね。でも、勝率 25% と低いので、所持済みキャラが出ても仕方ないのかなと思います。ほとんどのキャラは結構使い倒しているので、被っても許せるかなと思います。あ、でも、一人だけ絶対に出て欲しくないキャラがいました。それは、クリスマスメオンです。この前の12月にフェス外 SSR 率 3%、天井したキャラで、まだほとんど使えていないので、出たら切腹案件ですわ。しかも、このツイートをした時で、現金3万円入れて SSR 霊というフェス外天井の恐ろしさを知りました。早速、スタレ引いていきましょう。親の顔より見た黄色背景。ゴミオブゴミ。妙に害、妙に害、妙に害。あー。